フードコートの見取り図例ショッピングセンターのフードコート、台中重油百貨店、フードコートフードコートは、隣接する多様な飲食店のブース及び、セルフサービス形式の食事のための屋台、共有スペースを提供する屋内型広場である。フードコートは1980年代に、アメリカ合衆国内で、ショッピングモール及び空港内に普及した。英語で、コートとは、柵で囲んだ。 四角い庭を指す。百世紀規模の広い座席スペースの周りをレジと調理設備を備えた小さな店舗が囲んでいる。客はまず食べたいメニューを選んで各店舗で注文と支払いを済ませる。この時店員から番号札や呼び出しベルを渡され料理が出来上がると再び店舗まで取りに行き食事が終わればまた食器を返しに戻る。 加えて飲料水のサーバーや下げ膳のスペースが共通化されていることが多い。フードコートによっては各店舗の食器をまとめて洗浄するブースを設けてあり、洗浄後は各店舗に引き渡される。日本ではショッピングセンターなどに多く設置されている。特に顕著なのが大英グループで子会社のオレンジフードコートがドムドムなど複数のオリジナルブランド店舗を 大英店舗内に設置する例が見られる。阪神百貨店では、フードテリアといった。また、屋内型の屋台村、あるいは、ラーメンやカレーなどのフードテーマパークの一部で、フードコート形式が見られる。タイでは、ビッグシーや、テスコロータス等のスーパーマーケット、セントラル百貨店などのデパート、その他多くの商業施設の中に設置されている。特徴として、 クーポンレストランとも呼ばれるように、あらかじめカウンターでクーポンを購入する必要があり、各お店ではこのクーポンで支払う。余ったクーポンの払い戻しも可能。最近では、紙のクーポンではなく、IC カード式のクーポンを使用している、フードコートもある。シンガポールやマレーシアには、コピティアムや、ホーカーセンターという形式の店舗街があり、これが、フードコートと同様の機能を有している。 ありがとうございます。